TPP などの多国間経済連携協定についての党の方針等があればお聞かせください。ありがとうございます。いわゆるメガ協定みたいなものですね。私たちは絶対にならん。そういう考え方です。何の話をしてるかって言ったら、世界の国々との貿易ですね、輸出入だったりとかっていうものに関して、これ最大化しようぜっていう話なんですよ。自由主義、自由貿易、自由経済。 人と金と物、人、金、物を自由に移動させるように、えー、やっていこうっていうような考え方で、それ聞いただけじゃ何も悪いように思いませんよね、普通。でも人、金、物を自由に動かすってことは、例えばですけれど、えー、より強い、より安いものが入ってきたときには、国内の産業は潰されるんですよ。食われちゃうんですよ。で、外国企業だからってことで、国内企業とは別の扱いしちゃったら、これ、ルール違反になるんです。つまり、どのような海外の企業であっても。 日本国内に入ってきた時には、国内の企業と同じように扱わなきゃいけなくなるんですよ。例えばだけれども、海外から安い、えー、様々な食品が入ってきたとしたら、国内の生産者、これ潰れていきますよ。当たり前のことですね。そういう形になってったら、この国本当に守れるのかってことになるんですよ。関税、例えばね、海外から入ってくるある商品に対して、 えー、外から日本の中に入れるんだったら何パーセントかの税金かけますよって言ってたものもなくすってことになったらもうこれ自由に入ってくるわけですよってなったら価格の競争になるわけですね価格の競争になったとしたらこれ日本の国内で生産する方が高かったってことになった場合これ駆逐される可能性がある潰される可能性があるそんな感じになってったとしたら国内のさまざまな産業だったり製品というものがこれ持続不可能になっちゃう可能性があるんですね。で、えー、それだだけけじゃなくて例えばだけども それはつまりは日本の法律、さまざまな法律よりも外国企業だったり条約の方がこれ強くなっちゃう、要は日本の主権が侵害されてしまう、日本国としてよりも外国の企業の方が立場が強くなっちゃったりする可能性があるわけですよ。それやばいだろってことで TPP、例えばね、環太平洋の国々で人金物を動かしていこうってことだったんだけれども、それに反対し続けてきたのが自民党で。 例えばですけど、一番わかりやすいポスターがこんなもんがあったってことですね。嘘つかない、TPP 断固反対、ぶれない。これ野党時代の自民党ですよ。でも結局、政権取ってから手のひら返したんです。で、えっと、例えば一番わかりやすいところで、これは稲田智美さんってわかりますえっと、自民党の衆議院議員なんですけれども、2011年の11月に産経新聞に寄稿したと。そこに書いてあることがこういうことが書かれてるんです。TPP はアメリカの基準を日本が受け入れ、 日本におけるアメリカの利益を守ることにつながる。それは日本が日本でなくなること。日本が目指すべき理想を放棄することに他ならない。TPP バスの終着駅は日本文明の墓場なのだって書いてあるんですよ。どの面下げで言うとんねんって話なんですよね。ビビるわ、言うて。大賛成で前に進めてますよ。だからこれぐらいの手のひら返しなんです。こんなこと普通ですよ。消費税上げませんっつって、消費税上げた。 民主党それだけじゃない、この TPP も絶対ぶれないって言っておきながら、こんなこと言っておきながら、もう大推進させてるて、だから、このような政治の裏切りによって、もう皆さん、もう政治はいいわって気持ちがどんどん高まっていくわけですよね。で、こういう、先ほど言った通り、自由に人金物が動くってことは、国内の産業であったり、さまざまなものが駆逐されていく、壊されていくということになっちゃうのが一番やばいんですよ。でもううううすでにに貿易とかそういうような通商に関しては 十分自由なんですよ。これをこれ以上開いていくっていうのは非常にやばい。私はそう思ってます。逆にもっと厳格にしてもいいぐらい。日本の本当に守りたいもの。えー、逆に言ったらその食べ物であったりとかね。農作物であったり、いろんなものっていうのは、これは外から駆逐されないような状態で、逆に言ったらこれは守っていかなきゃいけないものですよね。なので今以上、まあ TPP ももうこれ、アメリカが入る入るっつってて、入らなくなって、 みたいな,ことでなんとか維持でやり続けている状態がありますけれども、まあ、こういった意味のないものからものを抜けていいんじゃないかなとそう思います。はい